今回ね、僕、まあ、本って結構出版してて、もう何冊か忘れましたけど、まあ、4、50冊ぐらい出してると思うんですけど、もっとあるかもしれませんけど、今回初めてね、どうやったらいいのかっていうね、実践論の本を書いたんですよ。活かせますよね、日常生活にもね、うん、そうですそうですでね、これね、書こうと思ったのはね、この出版社さんからね、いや藤井さんの話聞いてると本当にすごい納得できるし、で実際それで国土強靭化とかね、まあ、消費税増税されましたけども2回延期になったりね、まあ十分志半ばですけどアベノミクスっていう積極財政が動いたりとか、こうあと都構想っていうものに、大阪都構想っておかしいじゃないかっていう話を展開して否決2回されたりとか、まあ僕一人で当然やってるわけじゃないですけど、僕が学者として主張してる内容が、まあ実現してないことが多いですけど、僕はいろんなこと思ってますから、まあ、あのアメリカからの独立とかでね、一番難しいと思ってますけど、いろんなこと思ってますから、実現はしてるのは僕にとってまあ一部なんだけど、逆に言うとしてないのじゃなくて、したものを見たら結構実現してると、はい、普通の学者で黒板に物書いて教えてるだけの人間なのに、であれはきっとなんか聞いててめっちゃ納得するからなんですよと出版社の人が言わはってね、そのあたりね、ぜひ書いてくれませんか本と言われたんですよ。で僕ね、ハウツー本とか、いやそんなハウツー本とか嫌ですよもうってすごく言ってたんですけど、なんか論破の仕方とか、そんな僕もそんな僕もそんな論破全然できてないし、もう先生が言うから伝わるのかなっていうところをね、そう、向こうがこう、ね、そこの秘密を、ね、書いてほしいっていうのは、って考えてね、で最終的にまあすごい議論してずっと断ってたんですよ、そんなハウツー本嫌やって、はいはい、だけど、まあ、人に伝わる正論の、人を動かす正論の伝え方っていうタイトルやったら、まあ、書けるかなと、いやぜひそうしてくださいと、はい、いうことで、まあ、書いた内容なんですね。で実はこの内容っていうのは僕ね、あのこの20年ぐらい、まあ、交通の業界で、まあ、まあ専門家しか知らないですけど、モビリティマネジメントっていう概念を僕提唱して、で僕そこの学会作って、あのつい先週もモビリティマネジメント会議、日本モビリティマネジメント会議っていうのを、まあ、17回目にやって、はい、っていう会議体があるんですけど、それ何かっていうとね、まあ、いろんなとこに田舎のバスとかあるじゃないですか、地域のバスとか、はいはい、であの田舎の地方鉄道とかあるじゃないですか、そういうのってもうほっといたらどん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 なくなっていくんですよ、ね、でそれを忍びないんで、はい、それをこう残そうとする運動を僕20年ぐらいやってるんですよ。このちっちゃいバスだとかちっちゃい鉄道とかで、鉄道とかバスとかが残ってると、そこがあのまだ活性化しますから、逆に言うと線路がなくなったらそこも完全アウトになってしまうっていうのは、で全国の交通モビリティって言うんですけど、これをね、なんとかこう維持したいっていう取り組みを僕ずっとやっててね、そのノウハウをベースに書いてるんですよ。そのノウハウってどうなってるかっていうとね、これモビリティマネジメント、交通のマネジメントなんですけど、このベースにあるのはね、ドラッカーっていう人が書いたマネジメントっていう本があるんです、はい、でもしドラって言って、もしも女子高校生がのマネージャーがドラッカーを呼んだらってあったじゃないですか、あれどんな話だったかっていうとね、その女子高生の女の子が、野球部のマネージャーになりますと、はい、おいね、マネージャーになったからどうしようかなと思って、ドラッカーっていう哲学書がね、あの経営学の神様みたいな人の本があって、それを読んで、それをベースにいろいろとマネジメントをして、もう全然うだつの上がらん野球部をめっちゃやる気にさせて、最後甲子園に出場させるっていう、まあ話があるじゃないですか。で、あの時にどうやるかっていう話を交通に応用したのがモビリティマネジメントっていう、あの交通のマネジメントで、それを正論に活用したのがこちらなんですよ。だからね、これはね、ドラッカーのマネジメント論をベースに書かれた、まあ、経営学の書になってるんですね。で交通をね、僕どんなことやってるかって言ったら、まずね、交通ダメだった時に普通みんな考えるのは、便利にしましょうと思うんです、うん、はい、それはそうですよ、便利にしたら乗りますと、はい、で今地方の交通ってどうなってるかって言ったらね、もうみんな車使うから、はい、誰もバスも電車も乗らへんと、ね、赤字路線がね、そうそうそう、増えてるって言いますもんね。そうそうそう、でこの赤字になんとかするためには新しいバスを導入しましょうとか、はい、新しい駅を作りましょうとかってみんな思うわけですよ、うん、はい、でもそんなお金どこにありまんの、うん、まあ、お金ないからあきまへんなあ言って、だんだん撤退してって、じゃあそろそろ廃線しますか、あ
配線しましょうかってこうなくなっていってる。寂しいですね。寂しい、うん、これをなんとかできへんかっていうので、これね、もしドラのコツはね、一言で言うとね、もう関西の大師匠、西川清さんの小さなことからコツコツとなんです。小さなことからコツコツとやらせていただきます。これだけなんですよ、そんなシンプルな、そんだけなんです。基本なんですね。そうそう、ただね、何でもいいからコツコツやってたら違うんです。でちっちゃなことからだったらね、もうちっちゃなことってね、だからまずね、電車便利にするって言ったらね、お金ないやんって終わりなんですよ、うん、でもね、例えば掃除するとか、例えば駅前の人に、なんかいつも行ってる喫茶店に社員が行ってお茶飲んで、なんで乗らへんのって聞くとか、できることね、意外と多いんですよ。ちょっと時刻表をきれいにするとか、あるいはなんかいろいろ話聞いて時刻表ちょっと変えるとか、これとかこうなんか市民広報になんかちょっとこんなん入れるとか、できることってね、ちっちゃなことからコツコツとと思ったらね、1000個ぐらい見つかるんですよ。でその中で最も効果的なやつを選んでやったらいいんですよ。これでやったらね、自体がちょっと改善するんですよ。そしたらね、より効果的な方法がまた見つかってくるんですよ。それをね、コツコツとちっちゃな音からコツコツとってやっていけばいいんですよ。なるほど。でね、例えばもしドラどうやったかって言ったらね、どうやったかって言ったらね、あれ女子高生の女の子ですか、野球も何も知らんわけですよ、うんうん、だけどみんなやる気ないと。で最初に彼女が思ったのは、なんでやる気ないのかしらと、はい、いうのを調べようということでね、それでね、キャプテンが入院してるので、そのキャプテンの看病してるふりして、でそこに部員さん一人ずつ呼んでくださいよって呼んで、部長とこう喋らせるんですよ、なんか30分とか。それ横でじーって聞いてるんですよ。あ、この人これがあるからやる気ないんやとか、あ、この人これが苦手になって一人ずつ分かっていくんですよ。もしくはそのキャプテンに、あの人こうしたらいいですよって言って、お、そうって言ってこうで、ちょこっとなんかやるんですよ。そしたらね、ちょっとやる気になるようですよ。でやる気になってちょっとやったら、成果をまた上げるんですよ。こう、まあ、弱い敵と戦わせると、おこっと言って、もう喜びよるんですよ。もうアホが喜んどるわみたいなもんですけどね。これまあマネージャーからしてみたら、ええ、でちっちゃなことのコツコツとこうやってって、でこれでね、ずーっと続けてやってったら、かなり大きなものが動くんですよ。あ、人間結果が出ると嬉しいですもんね。そう、小さなことこそ結果出やすいですもんね。そう、これね、バカみたいな理論ですけど、心理学でゴールセッティングセオリー、目標設定理論っていうのがあってね、これ簡単なんですけど、うん、志は高すぎるとやる気がなくなる。わかります。始めるまで時間かかりますしね。志が低すぎると物変わらんのですよ。ということはね、志の高さというか目標と成果ってね、こんなグラフになってるって言うんですよ。なるほど。高すぎる目標を立てるから、だからこう鉄道をもう一本引くとかって、無理やんけ言って、もう議会で否決されて終わります。うんうんうん。ほいででね、もう志でとりあえず僕一人で乗ろうって、お前乗ってるだけで意味ないやんけみたいな。こうだからね、この辺のここを探すんですよ。でここ探してやってたら、次の展開が出てきますからね。これをつなげていくと甲子園ぐらいできるし、でバスぐらい活性化するんですよ。で実際このやり方でね、黄色いバスの奇跡っていう本があってね、これね20年ぐらい前に僕の帯広のね、トカチバスさんっていうところに行って、こうやったらお客さん増えますよというのをちょっとレクしに行ったんですよ、うん、そしたら、ね、どうやったらいいかって言ったらね、僕が教えたのはね、もう全然お客乗らへんと、そしたらバス停1個決めて、そのバス停の周りの家全員に社長が行って名刺持って、なんで乗らへんか聞いてきたらいいでドライバーが行って、でなんで乗らへんか聞いて、でついでによかったら乗ってくれと。めちゃくちゃコツコツですね。そう、これをね総出でやるんですよ、一つのバス停で。ほしたらね、そこのバス停の客増えるんですよ。ほしたらね、社長やる気になってしまって、あ、俺回ったらちょっと乗っとるでと、ドライバーもなんか、あ、最近乗ってくれてるなと思うんですよ。
でそれでねだんだんやる気になってって、そのやる気になるから次のプロジェクト次のプロジェクトってやって、ものすごいお客さん減ってたんだけど V 字回復したんですよ。もう地方の十勝バスのね、その帯広のバスなんて誰が乗んねん、車しか移動できへんやんけってみんな思ってたんだけど、努力したらちゃんと増えたんですよ。でそれをね僕はね、あの交通の世界でずっといつもやってたんです。ここやったらまずお前ら喧嘩してるからお前ら仲良せとかね、ここを首長がどうしようもないからちょっとこいつが落ちるまで待っとけとかねでその間はお前ら課長でなんとかせとかね、そういうの僕ねずっとモビリティマネジメントっていうのを交通に関してやってたのを、消費増税とかねコロナとかねそういうものに応用してるんですよ、国土強靭化とか。それで、まあ、最初に僕が国土強靭化とかね消費増税減税問題とかやってる時にはね、だからまず僕が書いた本書くんですよ、本書いて消費税あかんぞって本書いて、でそれでいろんな政治家に説明しに行ったら、だからこう僕のイメージはね、わらしべ長者ですよ、こう最初わらしべだけそこに金分つけたら子供が来てこれ何かと変えてくれ、ちょっと絵もあって、それでまた変えてくれ、で最後長者になったじゃないですか。そんなイメージです。で僕は最初に論理だけ書いてたんだけど、あの書くだけじゃなくて僕は本を書く時間とそれをプロモートするための時間と同じぐらい使うんですよ。そうじゃないと本って別に書いて終わりじゃなくて、読んでいただいて、かつ読んだ内容が実際に社会に影響を与えて世の中が動くところまでが本を書く意味ですからね。世の中動かす意味がないんだったら本なんて書かないですから、僕もう必ず世の中が動くっていうゴールを目指して本書いてるんですよ常に。でそれでなんかまず国土強靭化だとか消費税の増税問題だっていうのだったら、まず書いたらこれ誰に言ったら分かるんかなっていうので、いろんな政治家に説明しに行ったうちの一人が安倍さんだったんですよ。そして安倍さんが、あ、藤井君これその通りだなこれやらないといけないなこれ、うん、ダメだなこれ、デフレ脱却だ、お本のね帯にもね、そう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 、ね、そうそう、だからね安倍さん、いろんな方に説明してる時に安倍さんがそれそうだなっていうふうに分かっていただいて、そう思ってもらうためには安倍さんが何を思ってはんのか相当理解しとかないとダメなんです。でこっちの言いたいことだけベラベラ喋ってるんじゃなくて、安倍さんやったらこう言うたら、うん、そうだなって言うかをめっちゃ想像しながら、僕が知ってる知識がこれぐらいやったらそっから重要なものを3つ4つだけ切り抜いて、しかもブラッシュアップして A4 1枚だけにして持っていくんですよ。あ、それやらないといけないなってこうなるんです。だから動くように考えるんですよ。相手の欲をよく知っておくことが、その通り大事なんですね。その通りで、お立場とか、はい、で僕がどう思われてるとか、でそういうので考えていく。味方の増やし方でもありますね。その通り、その通り。正論はまず考えることは理論でしっかり考えるんですけど、はい、その後これでどう世の中が動くかということをね徹底的に考えるんですよ。言論人ってね内容考えて終わる人多いんですよ。違うんですよ、僕はね内容考えた後これで世の中がどう変わるかにエネルギーの半分、場合によっちゃ8割をかけるんですよ。そうじゃない、意味がないから、でそれは何でかって言ったら、ドラッカーのマネジメントを行政に応用する研究をずっとやって、そこの代表をやってるぐらいで、それで実際いろんな地域の公共交通とかを活性化してきた、はい、実績と経験があるので、それを官邸に応用したのが国土強靭化とアベノミクスだったんですよ。